私が指導中に意識していることは喋りすぎひんことです、うん、私は生徒の大切な時間の一部を共有させていただいているので、授業中にも生徒と勉強以外でも家族のこととか思い出とか大切な時間の話をしたりとかして生徒のことを知りたいなって思うので、まあ、たまにこうヒートアップしすぎて楽しすぎる授業になってしまうので、だから、まあ、程よく楽しく、まあ、かつ授業もしっかりやって学習ができる授業を目指して頑張っています。福島駅前校の教室長を担当させていただいております吉田亮と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では福島駅前校の魅力を教えてください。はい、福島駅前校では、学生の講師が3分の2、社会人講師が3分の1程度在籍をしております、はい、学生講師は親身に生徒に寄り添い課題解決を行い、テスト対策から受験対策まで対応させていただいております、はい、社会人講師は受験のノウハウはもちろんのこと、合格実績を多数出されている先生方ですので、レベルの高い受験対策を受けていただけます、はい、また昨年度は中学受験では大手門学院、大手前中学校、関西大学第一中学校など計7校に、高校受験では旭高校、上宮高校など計11校に、大学受験では大阪歯科大学、関西大学など計7校に合格者が出ました、はい、勉強にお困りの方は個別教室のトライ福島駅前校で頑張ってみませんか。